ありがとうと伝えたくて、あなたを見つめるけど、繋がれた右手は誰よりも優しく、ほらこの声を受け止めてる。はい、普段ね動画ご覧いただいてありがとうという感謝の気持ちで、生き物係さんのねありがとうをなぜか歩きながら歌ったんですが、はい、今日はですね空の色さんにまた来まして、今日もねなんと限定麺ごこきみのトウモロコシの、はい、何でしたっけ、限定麺です、限定麺ということで、はい、それ食べに来ました。井戸さんに来たんですが、今日もね、空の色さんで限定麺やってるということで、なんと極黄身の冷やし麺、斉藤の色さんね、はい、だから極黄身っていうのが青森県のね、あのブランド、青森県のねトウモロコシの有名なブランドで、めちゃくちゃ確か糖度が高いです、甘いんですよね、甘いトウモロコシで、まあそれをねラーメンにしちゃうと、まあね宮崎さんまた天才ですかと、また天才ですかみたいな感じでちょっとね楽しみに、前回の桃もめちゃくちゃうまかったんで楽しみにしております。お店でレジしたらそっちで使われると思うんですよ、うん、
ラーメン屋でゴキブリ食えんの。めっちゃうまかったっすね。めっちゃうまかったっすね。しかもなんかあれっすね、スープ非加熱で水とあれだけで取ってるって言ってましたけど、はい、トウモロコシを絞った絞り汁と、はい、あと軸を煮た出汁とあと塩だけ、はい、あの生で非加熱の、フレンチ料理と同じ取り方です。あ、そうなんですか。はい、いやでもなんかあれっすね、宮崎さん、あの毎回ラーメンの枠組みを超えてくるものを作ってるんですよね。限定麺は特に、はい、やばいですね。これあの限定麺出たら、あのこれ視聴者の皆さん絶対に行った方がいいです。マジで外れがないです。すごいちゃんとしてますよね。はい、ちなみにあの、はい、これの僕あの全然撮影と関係なく普通に空の色さんの、はい、東京駅の方の、はい、レギュラーメニューの醤油ラーメン食ったんですけど、はい、めっちゃくちゃうまかったです。ずるいずるい。めっちゃくちゃうまかったです。ビビりました。撮影の時に食べてください。ビビりました。僕そのあのベジそばとかその、はい、リニューアルされる前は伺わせていただいたことあるんですけど、はい、3、4度ほど。なんかリニューアル後のあれはね、伺ったことなかったんであれでしょうけど、めちゃくちゃうまかったな。もしかしたらまた本店さんとね、はい、駅前店さんでもしかしたらまだ味が違うかもしれないんで、ちょっとこちょっとレギュラーメニューもこちょっと動画撮りましょう。サクさんこれ、ね、そうですね。あちょっとね、麺もうまかったな。だ天才ですねやっぱ。そうですね。あまあ麺もなんだろう、当たり前のように美味しかったですね。あであとですね、はい、あの緊急であの、はい、宮崎さんが快く承諾いただいて、あの宮崎さんと家系回りましょうっていう話を振ったら OK いただいたんで、ちょっと宮崎空の色の宮崎店主様とね、家系行ってみた動画、家系行ってみた動画、まあ、あのもちろんその空の色さんもチャンネルやってるんでそっちでも上がると思うんで、また今回の動画に概要欄空の色さん貼っとくんで、そっちでじゃ皆さんチャンネル登録お願いします。なんで宮崎さんと一緒にね、家系待ってみた動画も今度あげたいと思いますので、お楽しみに。では、まあ、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ディディディ。ここまで動画をご覧くださって誠にありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にラーメン食べに行きましょう。高評価もよろしくお願いします。チャンネル登録をした後は横に出てくるベルボタンを押して通知をオンにして動画をお待ちください。よろしくお願いします。